ミ k 3 7 m m 対戦車砲 M1930-37mm 対戦車砲とはソビート連邦の対戦車砲である。1920年代後半にソビート連邦は初めて対戦車砲の開発に取り組んだが経験不足が災いして失敗続きであった。同時期にドイツのラインメタル車は新型の 37mm 対戦車砲の開発を 行っていたが、当時のドイツはベルサイユ条約によって、下方の保有を禁止されていたため、ドイツ国内での実写試験を行うことができなかった。1922年に締結されたラパロ条約により、軍事技術協力関係にあった両国は、ソ連国内で対戦車砲の実写試験を行わせることと引き換えに、ソ連に新型対戦車砲のサンプルを引き渡すことで合意した。 これにより開発されたのが M1930 追戦車砲である。外見は車輪が木製スポークである以外はパック36に非常によく似ている。翌年の1932年にはこれをもとに合計を 45mm に拡大した19系 45mm 対戦車砲が開発されたため生産は少数で打ち切られたが、その後のソ連のメートル対戦車砲の 基本構造はすべてこの方を元にしている。さらに、BT-2 快速戦車の手法もこの方を元に開発されている。1941年に大祖国戦争が勃発すると一形態戦車法も前前に借り出されたがその多くはドイツ国防軍に露覚され、パック3 6と砲弾の共用が可能であったために、ソ連軍に対して用いられることも多かった。 ありがとうございます。